秋葉原雪降ってますね。見えるかなこの動画で、わかんないかな。よかったです。黒マスクしてます。3連番で、3連番でファームス前にマスク。カセラちょっと寒いっす。寒いっすよ、そりゃ降ってるもん。寒いっす、しかも怖いっす。この3人ヤンキーが誰が一番ヤンキーか、ぜひコメントしてってください。ビデオ的にそうじゃなくてですね、寒いっす正味。雪マジすごいな。あってことで、とりあえず今日は今年最後12月31日大晦日でございまして、ラストイベです。あれ今年はすごい楽しい1年でした。ここで今年の動画ちょっと締めを撮ります。撮ります。今年は皆様ありがとうございます。ありがとうございます。本当に絡んでくださって動画出演してくれた方々、ね、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。ということで僕今年動画の本数としては165本今年出しました。そんな出したの？はい、今年165本出させていただきました。はい、結構動画出しましたね。1年、今年1年やばいね。でちょっと知り合いというか、あのよく絡んでる人たちだけ回数を数えました。はい、出演回数、はい、まずサジット、はい、33回出演してます。一番多いの。ジンは47回。お前めちゃくちゃ多いんだよ。47出てんの。誰サジット。あ、待って、47です。3つ47マジで、伊勢半が32。伊勢半多いよ。ナッツが24。え、俺一番で、ウェイシーさん30回出てんだよ。え、30回。で、あのもっと数えるってもいいんだけど時間がなくて、あの人数これだけしか数えられなかったんですけど、もっと言うと多分ね、僕大阪でパート20出したじゃん。だから大阪民結構多いかもしれない。あ、意外と関東人より。俺47も出てる。47一番出てるかもしれないね。でその大阪のやつで動画がパート20とか、そのプラス9月もさパート何個か出したから、多分大阪人は20超えてる人も中にはいるかもしれない。待って、俺正直衝撃だね。47一番出てるかもしれないですね。ごめんなさい。もう、はい、もう今日めちゃくちゃ出ます。今年で、だから今日で48です。ね、ございました。100いくね。まあ来年はね、来年は100目指そう。まあもっと出演回数を一緒じゃん、増えて増やして、また来年もこういう風に動画をね回していこうと思ってます。法廷との現場にはあまり行かないかもしれないんですけれども、まあいろんな企画を考えて、またもっと面白いことを DJ 行ってくんで、来年からもっと面白いような企画をね考えて、ちょっといろんなこと動画撮っていこうかなと、こいつらとね撮っていこうかなと思いますけども、メントスまあやってもいいんですけど、今年は本当にありがとうございます。ありがとうございます。終わります。もうね、今年はまた来年の2018年のね動画でね、2018年最後近ってなんだよ。2018年もいい年にしましょう。お疲れです。お疲れ様です。バイネアチン、バイバイソノ